斉藤洋介は、日本のゲームプロデューサー、ゲームディレクター。スクウェアエニックス取締役執行役員。現在、第2開発事業本部ディビジョン4所属ディレクター。横浜市戸塚区出身。小学5年の頃に、中区に転居した後、神奈川大学附属高校、同経済学部経済学科を経て、エニックス入社。大学時代は、 中小企業論を専攻していた。エニックス入社後、グッズ関連の制作部署からホンダ刑事に声をかけられてゲーム制作部門に転属。実写アドベンチャーゲームなどのプロデューサーを務める。スクウェアイニックス発足時には執行役員在住開発事業部部長に就任し、スターオーシャンシリーズ、バルキリープロファイルシリーズ、鋼の錬金術師などのエグゼクティブプロデューサーを 努める2015年4月1日から執行役員に就任した。2018年3月1日、スクウェア・エニックス取締役会は4月1日付で、サイトを含む既存の執行役員8名を取締役に選任することを発表。執行役員と兼務し、取締役兼執行役員となった。両親は共に、 銀行員。幼少期は病弱で、そのために中学までは水泳をたしなんでいた。高校時代は水球部に所属していた。玩具業界への就職を考えていていくつか内定はもらえたのだが、本命のバンダイは落とされてしまい、財務状態が良いエーニックスに行くことを決めたのだという。オンラインゲームでは、クロスゲートのほかドラゴンクエスト X 目覚めし五つの種族オンラインの プロデューサーを兼任していた。ドラゴンクエスト X のプロデューサーとして露出する際は、ゲーム内のキャラクターネームから、ヨースピ、また広報番組、ドラゴンクエスト XTV に、予定外であっても欠かさず出演していたので、いつしか、出たがりおじさんの愛称で呼ばれようになった。その、ドラゴンクエスト X であるが、十八歳の誕生日でもあった二千十八年八月十五日、 上長の立場から世代交代やスタッフのキャリアパスを考慮して、プロデューサーを優待すること、公認にテクニカルディレクターを務めていた青山講師を指名したことを発表した。ありがとうございます。